皆さんこんにちは、淡井圭介です。本日2024年、4月の22日、14時34分、佳子さまや皇室の方たちや国会議員の方たち、地方議員の方たちも含めてのメッセージなんですけども、先ほどその被災地でのそのボランティアの募集というか、登録ですね、登録の方を先ほどしました。それをして、県庁の方へ、電話をしまして、能登半島の地震、その1月1日が、その本当にあったんだということを、認識、受け止めることができたと。そのテレビの、その戦争の差も今起きてるかのようなフェイクニュースが流れているから、やっぱり地震関係に関しても、その昨年にもやっぱり震度5の地震がありましたから、その時、そのスタジアム、私のホームページから閲覧できるんですけども、その YouTube 一覧表の石川県能登半島の震度6強の地震のところから、2023年の、誰かが撮影されている動画、高校野球の大会なんですけども、そのスタジアムにいらっしゃる人たちが、すごく揺れてると。で、向こうの方では、震度6強っていうことになってる珠洲市の方っていうことをおっしゃってくれてるメガネをかけた老人男性がいらっしゃるんですね。で、動画とかもありましたから、その1月1日震度6強の地震っていうものが、本当は昨年のことだったのかなと、そういうふうに、認識したりしました。で、阪神淡路大震災の被災者としての経験からなんですけども、僕の住んでた住宅自体が、やっと建物解体始まったのが、震災、その地震が発生した阪神淡路大震災の1995年から、約10年ぐらい経過してからなんですよ。厳密に言うと、8年か9年ぐらい経過してから建物解体して、建て直しが始まったっていう段階ぐらいだったんですね。だから、そう簡単に、大きな災害が発生、その震度6強とかそういう地震になってくると、揺れてる病館とかにもよるんですけども、映像を見る限りものすごく甚大な被害を被ってると。で、やっぱり復興に関して、そう簡単には、復興ができない。で、現地、まだ登録した段階なので、来てほしいというそのメールが届くかどうかは、それは別問題なんですが、その登録をすることによって、県庁の方へ電話をかけることによって、本当に地震が発生してしまった方なんだなという認識ですね。で、この間のも、四国の高知と、愛媛県の間ぐらい、高知と言った方がいいんでしょうかね。その県境のところが震源地として震度6の地震ということになってますけど、あの辺りも、何年か前に、震度4とか5とかそれぐらいの地震も発生してるんですよ。で、今までのその石川県の能登半島に関しても最初は震度7っていう表記がされてたんですけども、さすがにそれはないんですね。その震度6から震度7に対して力の係数が ×32 で、震度1を1の力としたら、震度2に関しては ×32、震度3に関しては32×32 のような数字になってくるんですね。だから力の係数としてちょっと震度7っていうのはありえないんですけども、マグニチュードとか、あとは震源地深さがどれぐらいとか、情報がバラバラだったんですね。その、四国の県に関しても他の地震もそうなんですよ。最初放送されるその情報から、いろんな情報をまとめ上げて気象庁の方だったと思うんですけども、多分この辺りがそうなんじゃないかというようなところで、2週間ぐらいかけてから、正確な数字に近いものが上がってくる。ただしそれでも本当に正確かっていうと、阪神淡路大震災の件で今まで説明しましたけども、
震源地に関してと、地面の下の空洞か、それは港側の河川の底は抜けていて、そこから長年の経過で、地下が、水が広がって、ものすごい勢いで、それが何十年も続いて、で、それで多分、発生していると。で、まあ、被害の出方に関しても、神戸市中央区や兵庫区を中心に、両サイドの区、西の方で言うと、長田区、垂水区、東の方で言うと、中央区から、灘区、東灘区と、まあ、そういったところで大きな被害、建物、家屋は全壊とかになってましたんで、最初のその震源地の発表は、明石海峡の近くだったんですけども、そこじゃないですね、どう考えても、兵庫区か中央区ですね、それはもうテレビで放送し直してもらってます、その当時。で、まあ、その湊川のその上流の、烏原の水源地のその上に石井ダムという新しいダムを作ってもらって、河川の底を再整備してもらったんですよ。だからその頃は麻生太郎さんがその石井ダムの現地の視察に行かれてるんですね。もともと麻生太郎さんがだからここの住宅の集会所に来たのが、まあ、2000年前後ですね。で、2000年より手前かもしれないですね。で、早急に動いてもらって、2005年にはその石井ダムっていうのは完成してるんですよ。で、まあ、今回の動画に関してなんですけども、その四国の地震に関しても、どうなんでしょうね。後からその、最初の方の放送では震度6という表記だったんですけど、後からのニュースで震度4だとか、そういうふうな、放送もされていて、ちょっと、まあ、よくわからない。で、現地の、その、状況の映像に関して、その、山間部のところでもともとその、まあ、ここのこういうふうな石垣だったら、まあ、崩れそうだなっていうような石垣が崩れてるような映像とか出てきたんですけども、まあ、全壊した家屋とかは見当たらなかったので、四国の方は震度本当のところ4ですか。ちょっとよくわからないんですよ。その震源地が最初は、地下 50km のところで、マグニチュード自体が 6. いくらだったので、その位置でマグニチュード6点いくらのその力の係数ですと、地表で震度6は絶対ないです。震度4あるかどうかというところですね。ただし他の放送ではその発生地点が地下30何キロという表示だったので、それでマグニチュード6点いくらぐらいだったとするのであれば、地上でまあ震度4あってもおかしくないなぐらいですね。だからその地震について、マグニチュードそのものすごく大きな地震に関してはマグニチュード9とかなんですよ。9.1とか。それが地理沖地震だったり、大体その9前後がその地理沖地震だったり、スマトラ沖地震ですね。スマトラ沖地震はそのいろんな国に、インドネシアだけじゃなくていろんな国までその被害が及んで、死者の数が22万人を超えてらっしゃるんですね。とんでもないものすごい被害が出てる。だからマグニチュード9でその震源地が深さがそのあんまり深くない場合は、そのとんでもない震度が発生すると、まあそういうことになってくるんですけども。まあ、その辺のところを考慮しても、まあ、今はその、やっぱり地震の速報とかが流れた時に、その、現地の状況ですよね。その状況がどういうふうな被害を被ってるのかっていうのを、しっかりとテレビで放送していただきたいというところですね。で、あとは、まあ、佳子さまやフミート様へのメッセージなんですけども、そのフミート様がその4月に、現地能登半島に視察に行かれたという動画は見ました。で、あと佳子さまへのメッセージなんですけども、そのお誕生日のその着物を着てらっしゃったその撮影に関しては、12月2日に撮影されたんでしょうか。何かの、
そう、ペルーに行かれた時の、その記事で、動画付きの記事で、そこで何か私と受け答えしてたと思うんですけども、まあ、それだったらいついつっていうことをおっしゃってましたっけ？いついつに来てほしいっていうこと。自分の方はその喋っての方だったと思うんで、その相手の言ってることが聞こえてなかったりだとか、だからまあその辺のところに関して、いやまあ、他の動画で、だからテレビ局にが編集してしまうんですかね、その動画に関して。その29歳の誕生日の動画、もともとの動画のところが字幕付きのものに変わっていて、まあ、様々な部分が省かれていて、まあ、別の、テレビ局、その各テレビ局というよりも、まあ、通信社というところで、まあ、そちらの方からその以前の内容のものを、動画で出してもらって、まあ、そこで見たのが撮影日が12月2日であると。そのいつも僕はそのこう動画を撮影する時の2024年の4月22日のとか、こういうふうな日付を必ず言ってるのは、その見てる人たちもその情報が、ごちゃごちゃにならないように、ややこしくならないようにという部分を含めてなんです。で、映像に関しても字幕つけておいた方がいいでしょうね。その一部の動画で僕、字幕ちょこちょこっと途中まではつけてるものがあるんですけども、まあそれは NE の残存の問題で、それを翻訳したものを、まあ海外に発信しようかなとは思っていたんです。で、ただし、それが、まあアメリカの方、BBC ってアメリカでしたっけ？イギリスでしたっけ？ちょっとその辺も僕もよくわからないんですけども、いや、元をたどっていったらね、日本のテレビ局も海外のそのテレビ局からの資本っていうのは入ってきてるんですよ、もともとが。で、いや、ノウハウがありますから、テレビの放送の仕方だとか技術面もそうなんですけども、その技術っていうのはその、ただ単にその撮影とかするだけじゃなくて、その字幕云々とかの部分もそうなんでしょうけども、まあ今の時代は YouTube というものがありますけども、その、まああちらの海外の方たちがまあ喋って、それを多分、英語で、字幕をつけて、あとは自動翻訳で日本語に変換されてるんだと思うんですけども、やっぱりちょっと変換の仕方が、うまくいってなかったりしてるんですよね。だからそのエネルギーの残存量問題に関しても、まあ数字的なところはさすがに間違わないとは思うんですが、まあ喋ってる言葉が若干こうちょっと、分かりづらくなったりして、まあ海外に伝わるものなんだろうなと、まあそういうふうなところですね。まあその、まあ冷静に映像を見たときに、まあ緯度、経度を考えたときに、まあ、東京都でもし12月29日に撮影したとするのであれば、その、もみじの葉っぱがまだ落ちてなかったりする映像を見たときに、あと着物姿で撮影している以上、さすがにその日付はないんだろうなっていうことを、まあ、僕の方としても気づけなかった。で、その、まあ、着物姿だったらやっぱり冬は寒いですよね。だから、撮影日12月2日ということに、まあ、なってました。比較的、まあ、去年も、11月、12月も暖かかったと思うんですけども。だから、まあ、その撮影日とかは皆さん、その表記された方がいいでしょうね、自分の方から。僕みたいにこういうふうに、こう、証拠の、こういうふうなものを出して。まあ、それがなかったら、テ
ってる方はよく分からなくなりますね。今はちょっと四国の方のその地震に関して、本当のところの情報っていうのはよく分かりませんから、何か、ひどい状況が発生しているのかどうかっていうのは、その全壊した家屋があるのかないのか、その辺のところですね。その全壊した家屋は一軒もないぐらいであれば、まあ、しっかりと見てみなきゃ分かりませんけども、まあ、河川だとかそういったところもしっかりとチェックしなかったら、どこのところでコンクリートが割れてる割れてないとかもあるでしょうから、だから本当は全部各河川震源地から被害地域、そのコンピューターの方もその震源地間違えますから、だからその被害が出てる状況、各町で。じゃあ多分この辺が大体震源地なんだろうなと、中心地なんだろうなっていうところが分かったら、そこを中心に各河川、大丈夫かなと。ある程度まとまった雨が降った時に、堤防の決壊だとか、そういったことがないかどうか、そういったところを早急にチェックをするべきであると。まあ、こういうふうな状況ですね。まあ、園遊会に関して、この間テレビの放送に関してなんですけども、愛子さまが映られた時に、その前の映像とかで、僕は二十歳ぐらいの頃に、そういえば園遊会の招待状をいただいてましたと、神戸市立ホテルフルーツラパークで働いていた時に。で、その時、僕、出席できなかったんですよ。右足が開放骨折してる時でしたっけ？ 1998 年の時の招待状だったら、1997年の12月に右足をオートバイで、まあ、事故で、開放骨折してましたので、皮膚を突き破って骨が出てきてるんですよ。で、まあ、松葉杖ついてた状態ですね。ですので、園遊会には行けなかったと。まあ、こういうことになるんですけども、1998年であれば、まあ、1999年であるとすれば、その頃は、大阪ヒルトンホテルに働きに行く一歩手前の頃ですから、その頃はもうどうだったかなというところですね。ちょっとその辺のところは覚えてないんですが、まあ、とにもかくにも招待状いただいたっていうことを、まあ、スタジオにいる人たちとかに報道関係の、伝えようとしていたんですけども、愛子さまの映像が出た時に、それだったら園遊会で来れるっていうようなことを、だから愛子さまからしたら、園遊会の招待状いただいてるっていう部分だけは伝わってしまってるんですよ。で、画面がコロ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 切り替わるんで、まあ、その辺のところが難しいところなんですけど、もう誰かを迎えに来てくれなかったら、私、園遊会の招待状なんか、届きませんので、それ以外の都市で園遊会の招待状を出されましたでしょうか。今までの僕の撮影した動画とか見ていただいて分かる通り、訴訟をし始めたら、公判期日が迫った時に出廷できないように精神病院入院させられたりしてるんですよ。それ訴訟費用の救助申請が通ってる時もそうだったんですよ。だから勝訴の見込みがあるっていう。で、ある程度裁判は進んでいた状態で途中でそうなったんですね。だから、その辺のところで、仕組みが正直もう僕よくわかんないんですよ。自分のその件に関して、何がどうなってそうなってるのかっていうところが、その話が、その訴訟費用の救助申請通した時の内容に関しても、まあ、主は株式会社の範囲だとか、あとはまあ、神戸、北区役所の職、まあ、主査の人の、まあ、僕に1時間ほど説教された方の件に関して、いや、もうこちらとしてもこういう状況があるんですっていう、その内容はうまく別の主査の人に調べてもらっていて、まあ、その人との話を聞いていて、まあ、何か誤解をされて、まあ、僕に説教していたみたいな、その主は株式会社からお金を支払ってもらってないのに、
宗務株式会社は国の方にこの人にこれだけ源泉徴収票を落として、お金支払いましたって提出してるから、僕からしたら住民税上がる、収入上がってることになってる、家賃上がる、公営住宅って家賃その一月30万円ぐらいで、その所得税のその控除云々とかで変わるのかもしれませんけども、基本的に表記されてる内容では一月あたり30万円の収入があったら、それも世帯ですよね。だから母親がその頃は生きていて、どっかで働いていたりとかもしたりしていましたし、だからそれでね、その家賃が10万以上とかになったりするんですよ。それ、まあ大阪ヒルトンで働いている時はその収入がある程度まとまっていた。ただその前のフルツーラパークの冬の段階の時の収入っていうのはごくわずかだったんですよ。そんなに出勤日がなかった。で、1年トータルで見たらそんなに大きな金額にはならないんですけども、その、6月ぐらいから大阪ヒルトンホテルで1999年働かせてもらいましたので、まあそこは、ただしそこも、祝日法のその割増賃金っていうものがついてなかったのと、あと賞与がなかった。あれだけ売り上げが大きくあったら普通賞与つくはずでしょうし、まあ、有給休暇のところは、つけていただけてましたけども、だからちょっとだからそれで当時パリス・ヒルトンさんがもともとそのヒルトンっていうのはアメリカのその最高級ホテルですよね、一番手のところですよね、アメリカの方で。で、そこの家系の方であるパリス・ヒルトンさんが日本のニュースでああいう風に放送されるような形になったと、こういうことだと思うんですよ。そのお金の支払いがしっかりとされてなかったっていうことで。で、もちろんその民法で、あらかじめその債権放棄はできないっていうことになってますので、だからその訴えればお金は入ってくるんでしょうけども、何かこういろいろ国家間のこととかを意識しすぎて、その精神病院に連れて行こうと動かれてしまう人とか、何か指示出してしまう人、議員さんとかの中とか警察官の人たちの中、最悪裁判官の人たちいらっしゃいます。いろんな話を聞きすぎて、僕もそのいろんな国の人たちとそのたくさん関わってきて、基本的に大きな平和外交で役立ってきたはずなんですけども、そのパリス・ヒルトンさんがなぜそうなったかのところの件に関して僕としては全然わからない。で、ただ、その、能登半島の、その、ボランティアの登録をしたのも、結局、その、僕も一人で動くに動けない、以前の件に関して、そこまで行って委員会の、アナウンサー、関西の方の読売テレビなんですけども、日曜日に放送されている番組なんですけども、そこで、黒木千秋という名前でテレビに出てる女性アナウンサーが、まだ学生時代の頃に、こちらから、その、黒木の方を行かせますとか、何かそういうことで、その当時のそこまで行って委員会の、辛坊治郎さんと、あともう一人別の女性の方、渡辺アナウンサーでしたっけ、ニュースステーションにその当時出ていらっしゃいました。で、昔からのことを知ってる方だと思うんですよ。で、その、私の家のコピー機と、その一部を持って書いていただいたから、まあ、株式会社神戸ワインのその裁判に関して、形は棄却になってますけど、お金振り込んでもらってるんですよ。それは私の動画の方で通帳とか撮影して、あと犯罪被害者給付金が入ってきてるっていう部分と、ただそこには、その歯の矯正の治療費は入ってないっていう一つの証明にはなるかとは思うんですが、まあその、その園遊会のことについて、その招待状を出していただいていたとしても、ポストの中とか私荒らされていたり、自宅からその彼執行の肖像までなくなってるっていう部分があるじゃないですか。あと、ノートのその、
パソコンのパスワードとか、そういったもの一切合切書いてるパスワード関係、全部書いてるパスワードのそのの盗まれてるんですよ。むちゃくちゃする人間が、たくさん存在するみたいで、その辺のところ、何か商業原理とかで変に勘違いされた人たちも多分いると思うんですよ。人口の絶対数、日本の国境内の。だから普通に考えてみたらわかると思うんですけども、春の選抜高校野球に関して、出場校が3800校あったかないか、それぐらいなんですね。で、仮に日本の今の国境内が4000万人だとしましょう。ということは、まあ100歳までは生きないにしろ、その1歳の年齢層が40万人ということになってくるじゃないですか。まあそんなに均等にはならないですよ。だけども、高校1年生から3年生までが、じゃあ120万人ぐらいだと仮定するじゃないですか。じゃあ、人間100歳までまず行きませんから、まあもうちょっといると。じゃあ150万人ほど高校生がいるとしましょう。人口は4000万人でもですよ。で、その中で、野球部があって、甲子園にエントリーしてくる、その予選のところから、そういった高校生の方たち、まあ高校の数が、約3800校なんです。これは現実なんです。ウィキペディアでは高校の数、日本全国で、6000校ぐらいなんですね。で、大学はまあ700ぐらい。で、1億2000万人の話って、朝鮮半島を併合していた時、台湾も、あと満州国、多分その時の全ての人口なんです。だから今の、もうインターネット上の表記が実際に存在する人口と全然違うんですよ。今、だから僕は何が言いたいのか、商業原理的なところで、彼が何か言ったから、うちが売り上げ上がってないんだとか、売り上げが下がっていったんだとか、そういうことじゃなくて、もう僕が生まれてくる前から、男性と女性の生まれてきてる人の数がずっと減りっぱなしなんですよ。これが横グラフでね、女性、男性だったとします。で、まあ、こういうふうな形になってしまってるんですよ。で、私、1977年生まれなんですけども、その頃と比べて、もう半分ぐらいになってしまってるんです。男性と女性が生まれてきてる人の数が。だからまあ、人口4000万人ぐらいっていう話の方が受け入れやすいじゃないですか。もともと、インターネット上でも、多分ちゃんとした情報のもとのインターネットも一回見たことあるんですよ。3だし、もともと人口2万5000人。それが1970年ぐらいなんですよ。今なぜ人口表記が3だし10万人っていうわけのわかんない数になってるとか、もうこれも日本全国どこもそうなんですよ。無理やりその1億2000万人の話を合わせて、各都道府県で、嘘の人口を表記してしまってるんです。実際そこに、そんな、それだけ人住んでないんですよ。もう大体4分の1ぐらいですよ。まあ、皇室の人たちも同じことを言ってますよ。その頃の、その人口は、朝鮮半島と台湾を併合していた時期で、多分、満州国もって、だからインターネット上見たら、韓国の人たちの人口も5900万人みたいな形になってるじゃないですか。絶対いないですよ。どう考えても。高校の数とか数えたらわかります。その中にも、高校の数が最悪重複してる可能性とか、もしかしたらもう廃校になってるところもあると思うんですよ。データが遅れて上がってくるものですから、それを入力してる人たちのグループがいたとして、日本全国ですよ。そんなに対応できるかって言ったら、すぐには対応できない。実質、例えば、ウィキペディアで、日本のその高校の一覧表っていうのを、検索したら、データは令和4年のデータなんですよ。で、令和4年にその公表したデータであって、令和4年の時にあった高校の数かどうかわかんないんですよ。っていうのは、県勢って言ったらいいんですかね。県と、あと勢力の勢と書いて、県勢っていう、県の人の人口とかの表記、そういういろんなことが記載されてるんですけども、細かいこと。まあ、あれもあんまり見ても、
もう意味ないっていうことになって、平成14年、つまり私がフルーツラーパークで働いていた頃、その鎮魂自体、もうすべて明るみになって、で、もうそこもデータ、平成14年で止まってます。もうこれ、もうこんなことしとってもしょうがないっていうことになって。これは行政のデータの実態で、まあ別に行政の人を責めてるわけでもなくて、お客さんが来なくなっただとか、それはもう最初から人口が4000万人もういるかいないかの話なんですよ、現実的に日本という国境内で。で、中国に関しても本当のところ住んでらっしゃる人たちの数は10億人いないと思いますよ。で、そのスポーツ関係に関してもあんなにたくさんいろんな種目、例えば昔は、卓球、男子も女子も、メダルなんかまず取れなかった。昔でも26年ほど前の話ですよ、それよりもっと前とかで、今や金メダルとかに手が届いたりしている。で、バレーボールに関しても男子バレーボールも昔はまあ、実際身長自体が海外の人たちと比べて、そう、26年前とかの頃ですよ。体格的にっていう部分もやっぱりありましたし、だけども、今の状況って、まあ、昨年は世界大会で銅メダルに手が届いたりだとか、まあ、女子ソフトボールオリンピックで金メダル取ったりだとか、今まで考えれなかった成績っていうのを出している。でも、まあ、もちろんそれは僕がその勝ち負けに関わっていてっていうところがあるんですけども、全部が全部活躍したところで、絶対人口の数が限られてますから、他にも球場だけじゃなくて音楽業界の人たちはやっぱり大きな会場でのライブっていうものが大きな会社としての収入源であって、じゃあ全部が全部埋めれるかって言ったら、僕生まれた年と比べて男性と女性の生まれてきてる人の数がもう半分ぐらいになってる時点でね、もうそれまでずっと減り続けていってる時点で、市場はもう半分ぐらいに縮小してきてると考えてもらったらいいんですよ。で、もともと、阪神・淡路大震災があって、その時に海外へ販路のマーケットを広げて、それで、どうにかなってるんです。もともと、そのトータル、今までの放送された、放映された都市の、売り上げじゃなくて、今表記されてるのは、その後の、他国でも放映させていただいた売り上げが加算されてるんですよ。CD とかに関しても。数も。だから、そのエネルギーの残存量問題とかを考えたときに、だから僕は二十歳ぐらいの頃に、まあ、日本国内は、まあそんなに車作らないで、インフラ整備、その辺をしっかり、その治水関係とか、あと災害対策、これをしっかりしましょうと。で、娯楽に関して漫画、アニメ、ゲーム、なんとか日本の場合はアニメとゲームの方が、まあなんとかなってましたから、そこに音楽業界が曲を、つけていけば、世界中の人たちで聴いてくれる人たちが増えると。それは今のその YouTube だとか、動画の世界であって、まあすごく凝った、その字幕の表記をつけられてる方たちはすごく凝った、それも僕からの提案でしたね、もともとをたどっていくと。一つ一つの、英語とか、いや、その時の歌はロシア語だったと思いますね。ロシアの言葉で、意味、一つの単語を意味全部出てくる。大体のその字幕のその各単語の意味っていうのを表記してくれてるんですよ。だから日本語のその字幕の内容が必ずしもそのまま表現してるんじゃなくて、こういうふうに表現した方が
聞いてる方としては、受け取り方が良い歌詞に、聞こえるでしょうと。まあそういうふうな形で変換しますから、まあもともとはそういうものなんですね、翻訳自体が。その漫画、アニメ、ゲームとか音楽業界とかの字幕は。まあ、字幕をつける方たちの、心情的な技量、そういったところが問われる。まあ、どれだけの、良い言葉を知ってるだとか、まあ、その場面に適した言葉を知ってるかで、その意味、そのままの翻訳ではないんですよ。まあ僕もそれを打ち込んだときにどういうふうに翻訳されるのか、コンピューターの自動で。だからまあその辺のことに関しては、まあもう相手国の方、ご覧になられた方たちの、まあ言葉とか、まあ理解していただけてるかどうかが分かったらいいんじゃないかなというところですね。そのエネルギーの節約という部分で。ちょっとまあ今回も長くなりましたけども、まあ、ふみと様が、まあ、今月、能登半島に行かれて、で、会うっておっしゃってる動画を見ました。これは例えばどうなんですかね、何月ぐらいに私、その赤坂御所へ行けば都合よろしいですか。それが私の方にはわからないんですよ。宮内庁に電話をかけてもすぐに電話切られてしまいますんで、それも多分コンピューターの自動だと思います。で、あとはまあ警察官の人に、まあ通報ついでにいろいろ話していた時に、もう僕もその方がええと思うわって、そのホームページに貼り付けときって、その仮執行のその勝訴の判決の書類が盗まれた件で。で、その部分が再生してみると、ないんですよ。で、それは警察官の方がしてるんじゃなくて、AI の自動で行われてるから、もう正直その AI が世の中を動かしてるのか、人間が世の中を動かしてるのか、もうわからない。コンピューターが自動でその内容を省いてしまってますから、ちょっとまあ、どう対応したらいいのかっていうことですね。だからまあ、はっきりとその来る日付とかを言っていただいた方が、まあ、その日付に来てくれたら、あて話ができるとか、その河川水も外式玉発電とかに関しても、もう僕も、その自民党さんの方の窓口へ行って、政務調査官の方や、で、断られてしまってますから、その人も国会議員の人に話を上げて、断ってるっていうことでしたので、そこでね、どういうふうな話をしていたかっていうのを、書類化して本当は僕に渡してほしかったんですよ。どういうふうな話の食い違いとかがあったのか。黒部ダムに同じようなものがある、で、そのような話じゃないんですよ。性質が全然違いますから。効率性なんですよ。どれだけの水を使用して、どれだけの電力を発電できるのかっていう、ここが一番の大きなポイントですから、そこまでを、だからね、これね、まあ、どう考えても、まあ、その国会議員になられる人たちって、法律に長けてる人たちじゃないと、務まらないじゃないですか。だからまあ、元裁判官の人たちとかも、弁護士さんだった人たちとかも今、いらっしゃいますし、まあ、大きな企業の役員を務めていた方とか、あとはまあ、もともと総理の家系の人たちが国会議員になられてるっていう形式ですけども、だから、工業高校とか工業大学とか行かれた方じゃなかったら、多分言ってる内容とかよくわからないと思うんですよ。その黒部ダムと僕の、提唱してるものが全然違う。一応、まあ、特許庁の人の、もう水元さんですかね。もう今年の3月31日で退職ということだったんですけども、僕の県で、もともと小学生の頃、小学校2年生の頃に会ってましたから、学校来てくれて。
だからその人が言うには、淡井さんの特許に関しての枚数だったら、まあこれぐらいの文字の大きさで、まあこの倍の50ページぐらい、まあ水車に近い形の、まあ水車関係でのその発電の特許ですね。それとはまた別なんで、まあ申請、まあそれぐらいの枚数になると、で申請すれば多分特許は取れると。でだからもうその人とも、あの、長い間話しなかったら、特許庁の人でも、その違いとか、いろいろなかなか、やっぱりこちらから言わなかったら気がつかないんですよ。だから最終的にそのかまど発電の件に関しても、まあ最後の最後までね、ちょっと話しただけでして、僕のホームページとか、水本さんはまだご覧になって、出なかったみたいで、見ても一部分とかだったらちょっとまずいんですよ。全体的に見ていただいた方が、その河川水門開始的玉発電の方と両方、その時に河川撮影しながら山の中をちょっと撮影しただけで、どれぐらい倒木があるのかっていうところを見ていただいたら、こんなにたくさん木あるのって、そのこのまま放置していたらただただ朽ちていくだけですから、これを燃やさなきゃもったいないっていうことになるわけじゃないですか、発電だ。だとか、そういうふうなところで、まあ、他に記載している内容とか、その建物解体したら結構木材が出てきます。その能登半島の地震を見てもらったら分かると思うんですけども、基本的に家の中の壁、その、の中身、まあ、もちろん木の柱なんですけども、その、横に、その、木を、こう、板を打ち付けていて、その、補強してある。まあ、それは昔の作り方なんですけども、だから家屋を解体したらたくさん木材が出てくるっていうことを理解していただいたら、まあ都市部でも、かまど発電まではいかなかったとしても、まあ冬は薪ストーブにしておきましょうかとか、まあそういうような形で、その節約の部分、石油とかの節約、そういったことが上手にできるのと、もし、その、もちろん、かまど発電は、そのガソリンを使用してトラックとかで運んでいたら話にならないから、人間が運ばなきゃならないものですから、まあ斧とかだったら、ある程度の老人でも、まあちょっと体を鍛えてる、ある程度体を鍛えていらっしゃる人なんでしょうけど、薪割るとき、まあ乾燥してる木なんですけども、直径30センチほどあります。それ2撃で割ってるんですよ。コツがあるんですよ。その1撃目を入れたときに、もう正直、これぐらいしか、刃入らないですよ。だけども、逃げ決めを入れるときに、まっすぐその同じ場所に振り下ろす。で、そのときに、振り方を見てもらったらわかると思うんですけども、僕のホームページで一番下の方の欄にあります。巻き割りに関してっていうような欄が。その、逃げ決めるとき同じ箇所に自分の体重を乗せながら斧を振り下ろしてるんですよ。それで一気に割ってるんですね。で、だからまあ体鍛えてる、だからプロ野球選手とかだったらみんな多分一撃で割ると思いますよ。乾燥してる木に限りなんですけども。まあ乾燥してる木の方が燃えやすいんですけども。だから能登半島のその、運動部のある高校が、まあ実質、まあ能登半島だけで言うと20校ぐらいだと思うんです。20校あるかないか。だと思うんです、それぐらい。まあ他、そのどちらかというと金沢市とかの方が中心地で県庁とかある方ですから、その人口の密集の仕方で言いますと、まあ20校もないかもしれませんけども、だけどもその運動部とかの人たちがその薪とか、まあ、木材だとかを学校に運んで、発電をしていればっていうことなんですよ。昔はその金属を溶かしていたのは、その木とかを燃やして、溶かしていましたんで、1300度以上まで持っていけるんですよ。火の起こし方にもよるんですけども、そこはうまく上手にかまどを作って、でそのそこまでの温度までしようと思ったら木炭をまず作らなきゃならないかもしれないんですけども、でもそれはそれで作り方っていうのがあるし、まあ、山の奥の方行った時に背中に竹かごを背負って、そこに木炭を入れて帰ってくるような形になってくると思うんですけども、木炭にすると中の水分が抜けているから軽いんですよ。木炭って非常に、木炭を触ってみたことある人だったらわかると思うんですけど、びっくりするぐらい軽いじゃないですか。これ重量ほとんどないっ
ていうぐらい軽くなる。結構竹の皮とかにいっぱいにして、いっぱいにしても10キログラムもなかなかならないんじゃないですか。それぐらいだからみんな背中に背負って、まあ片道5キロ10キロぐらいはね、いくらなんでも運動部の人たちだったら持って帰ってこれると思います。だから蒲田発電をもしあの頃、その26年前の頃に日本中各地でその運動部のある高校や大学のところだけでも設置していれば、まあ山間部によるかどうかとかにもよるんですけども、まあ地震発生した時も、まあ電気がすぐに発電できるっていう優位性と、あとはまあだからその辺のところは電気自動車化云々の話とかと全て、まあ、リンクしてくるんですよ。日本は木が豊富ですから。人口の絶対数とかを考えた時に、その冬場だけに限りかまど発電暖を得ながら、電気を作るというその効率性の良さと、あとそれがもし能登半島にあったら瓦礫の撤去に関して、そのほとんどが瓦礫の部分で木材がかなりの割合を占めるわけじゃないですか。それを燃やしながら発電をできてたわけですから、暖を得ながら。すごく非常に効率よく、復興はできてたはずなんですね。だからその辺のところが、失われた26年に関しては非常に大きいなと思いますね。エネルギーの残存量問題のことですよ。もしあの時にその蒲田発電と河川水門改式、ダム地下水流、それとトンネル発電を両方行っていたら、もう今から10年以上前にもう全て配備完了でしょうから。エネルギーの消耗の仕方、だから世界中に広まって、もしあの頃にスタートしていたら1998年の頃に、もう世界中でほとんどの国が整備完了してると思いますね。だからガス火力発電所とか石炭の火力発電所はあったとしても、その河川水門外式ダム発電とかがもし何かあったらの時の予備電源として置いておくと。もし何かあったらそこを使用して電力を補うと。東日本大震災の時の原発が停止した時のその計画停電のような、ああいうふうなこともしなくて済みますっていう状態が作れていた。で、もっと僕の理想は進んでいて、そのウランとプルトニウムに関して、まあ、ウラン鉱に関して小型化のもので、大きな貨物船を動かすっていう、もともと原子力空母っていう、もうそれもね、僕二十歳ぐらいの頃言ってました。もう法律調べて日本もその原子力空母を認めてるんですよ。もうその頃からですよ。もっと前からですよ。だから大きな貨物船ってものすごい量を乗せるじゃないですか。だからそれはやっぱり小型化したその原発で、貨物船を動かした方が効率いいんじゃないかと。で、港に停泊してる時に港からこう電源つないで、街に電気を送ると。そういうような形が一番理想的だったんじゃないかなというところですね。まあ石炭に関して結局また昔みたいに最終的に石炭でもうある程度の大きさの船を動かすみたいな形になってくると思うんですよ。先に国内のオール電化化の方が先になってきますから。だからその話も1998年の一部の人はそこまでの話を聞いたら理解できるんですけども、いきなりオール電化の話を聞いたらこの人アホな人だって思われてしまう。だからその根拠とかがこちらにはありますから、ある程度のところで。ただ電気自動車化をしたとしても、みんながみんな今の台数、こんなに車が出回ること自体を想定しなかったので、それはもう無理ですね。もう車に乗ることをほとんどの人は諦めてもらうしかない。電車バス徒歩。で、実際電車がガラガラですから、昼間とか。だから昼間車で移動してる人たちって、その世の中の現実、エネルギーの残存量問題とかからかなりかけ離れてしまってる。電車とバス乗り継いだらいいだけですから、みんながみんなそれしてくれたら、電車の本数を増やせたりだとか、満員とかになってきたら、バスの本数だって増やせる。で、その方が効率が良かった。エネルギーの消費の仕方は。どう考えてもそうなんですよ。
そういう全ての、ワンセットのものがあったのが、最初の頃は、だからまあ、交友関係的なところで、その黒部ダム云々の話をされて、弾き返す人たちがいた。だから、その辺のところで、誤解があったんじゃないですか。だから、人によっては間で、その伝言ゲームになってしまうじゃないですか。だから、もう直接僕は総理とかと会った方が、話早いと思うんですよ。だから、フミト様と会ってたとか、だから、まあ、だから、まあ、そういう部分も含めて、フミト様会うっておっしゃっていただいてるんだと思うんですけども。まあ、この間、その愛子様が聞こえてきていた、その映像に関して、園遊会に関してなんですけども、僕には多分招待状届いてないです。で、あと、郵便物に関しても、もうこうなってきたら、もうメールの方が、電子メールの方がいいかもしれないですね。家の中からその郵便物、その書類とか盗まれてるっていうことを考えたら。その招待状を持って誰かが盗んだとして、私の自宅からその園遊会に入その侵入することも結局できてしまうでしょうから、まあその辺のところ、この変に人の家に入り込んで書類を盗む連中、それが仮に行政の人間でもまずいないと思いますね。警察官の人とかも、その電話の受け答えを聞いてる限り、その電話に出られた、その僕のホームページにね、その仮執行までの勝訴の判決、その貼り付けといた方がいいとか、その僕もそう思うわってこう言ってくれてる人たちからの、その言い方からすると、警察官の人が盗んでるわけではないみたいですね。わかんないですよ。もう、どこに、どういう人間が入り込んでるか、これもわからないっていうことで、この人は信用できる、信用できないのところをしっかりと分けておいた方がいいと思いますよ。僕は絶対人のものを盗んだりしません。以上です。皆さん、チャンネル登録や着信通知の設定と、あと、身の回りの方とかに、僕の動画、見ておいた方がいいですよと、言っていただけたらいいなと思います。四国の、地震も、気になるところですね。能登半島の件に関して、自分が現地に見に行けば、一番物事がはっきり分かるんじゃないかなとも思うんですけど、やっぱり心の中のどこかで、2023年の、地震なのかな、どうかなっていうのがあるんですよ。やっぱり、戦争のさも今起きてるかのような、フェイクニュース、もう絶対ダメですよ。あと、他の自己関係とかもそうですけど。もうこんな状態だったらまともな社会絶対作れないです。それだけはまず間違いないんで。以上です。今日もしかしたら佳子さまが迎えに来てくれるかなとかも思ってたんですけども、今の時刻でなかったらもうないですよね。明日でしたっけ、園遊会。いつ、えっと、まあ、日付もちょっとね、今日は4月の22日。もう正直、その園遊会に関しても、愛子様、今まだ大学生ですよね。大学卒業されたんでしたっけ？ちょっとその辺のところも、22歳だったと思うんですけども、22歳ということは卒業されたということになるんでしょうか。で、その愛子様が出席されるののところで、学生だったとしたら、その大学院とかで6年生とかもあるんですよね、大学院って。だから、春休みの時なんじゃないかなとか思ったり、やっぱりどうしてもしてしまいますね。テレビの放送の仕方は、本当に本当のことだけ放送してもらう方もお手上げですね。以上です。メール、
届かなかったとしても、その被災地の方から、僕見に行くかもしれないですね。本当に今年発生した地震なのかどうか。以上です。